ったかいご飯なんか経験したことほぼないから、ドアの隙間からこう1万円取り買い物リストとプスって出てくる。え、そんなコミュニケーションしてたんですか。ヤングケアラーの人って多分助けてとか甘えるの苦手なんだろうなって。さあ始まりました、高松奈々チャンネル。本日のゲストは、幼少期に精神病の母親に代わり家事や妹の世話をされヤングケアラーだったお笑い芸人、平成のぶしこぶしの徳井健太さんです。よろしくお願いします。まあ、そんな大それたのじゃないんだけどね。本当に、いやいや、なんかすごいちょっと教育番組っぽいけど、そんな大それたもんじゃないのよ本当に。もともとさ、そんなこんなことはなかったじゃん。ヤングケアラーっていう考え方もなかったし、はい、本出て、本出した時にもう信じられないぐらいこう記者さんとこうなんつうの取材を受けた中で、本当一人の人が徳井さんってヤングケアラーなんじゃないですかって言った時が初めてだったの。あ、そこだ、ね、何それと思って、そんな言葉あるんだぐらい。じゃあ気づいてなかったんですか。だから未だに大したことないってやっぱ思っちゃうのよ、それって。だからもし今ヤングケアラーって言われてる子たちも多分思ってると思う。いや別に大したことじゃないっていうのが、まあ、強いて言えば問題なのかなっていうぐらいだけど、あ、その問題に気づいてないことが問題だってことですね。気づきづらいと思うけどね。どなたのお世話をされてたんですか。でお母さんが、まあ、徐々にこう心が弱っていって、で今思えば、まあ、なんか俺が中学の時だから要は30年前か、お父さんが出張っていうか、お父さんも、まあ、高卒なのさ。で、まあ、結構な大企業で働いてて、でも高卒だと、まあ、役職に就けないから、2年間、まあ、大学に行かすから、もう全額給料も出すし学費も出す、その代わり2年後は帰ってきたら課長部長になれるよっていう風になって、いなくなってからなんか母親の様子がおかしくなってきて、で今だったらさ、このいろんなドラマとか映画とかでさ、心が壊れる精神の病って普通だけど、あの時って知らないから、だんだん部屋から出てこなくなったなと思ってたの。誰かが悪口言ってるとか、隣の人がなんか文句言ってる、まあその幻聴だろうね今思えば、が聞こえてきて、もう夫婦の部屋なんだけど、一応夫婦の部屋から一歩も出なくなって、でしょうがないから俺が、まあ6個下だから妹、まだだからあいつ小1とかだったのかな、でご飯作る人いないし、洗濯する人いないし、買い物する人いないから、まあ、俺がこのドアの隙間からこう1万円取り買い物リストがプスって出てくるのさ、母親の書いた。え、そんなコミュニケーションしてたんですか。そうそう、でもそれもだからここは問題なのが、普通なのよそれが。こんな大変なことって思わないでやってたから、普通にだから本当パチンコのあの1万円札入れるみたいな裏側みたいな感じで1万円札がフーって出てきて取って、で買い物リスト取って、あ、じゃあこれ買ってくればいいんだなって買って、で帰ってきて料理してみたいな。料理も得意だから料理をじゃあ上手になったよね、運よく。じゃあ妹さんもお世話もされてたってことですよね。まあね、そこまで手厚くはやってなかったと思うけど、まあ俺がやってたんだろうね。言っても中1だから忙しいのよ、部活もやってたし、部活やって学校もちゃんと普通に行ってて帰ってきてたから意外と時間もなくて。1日のスケジュールはどんな感じだったの。バレー部入って朝練やってたからさ、で朝6時とか7時に始まるから、まあ、6時に起きて、で部活やって8時部活やって学校行くでしょ、で4時に学校終わって、で部活終わるよね6時に、でそっからまあご飯作るよね、で洗濯して8時、でそっか勉強して10時で寝るとかなのかな、普通だったんだよな。だから相談する人もいないし、相談するほどのことでもなかったって思っちゃったんだよね。家族のお世話をしていることで、自分の生活に何か支障とかはあったりしましたか。友達と遊んでなかったね。でもな、それもね、俺別に遊びたくなかったんだよな。友達はできなかったけど、それがあの中学の時の忙しさで友達ができなかったから、それのせいなのかどうかちょっと分かんないけど、友達はできなかったね確かに。辛くないですか。いや辛くないんだよな。いやそれ、いやこれがだから俺の個性なのか後天的なものか分かんないんだけどさ、例えば八百屋さんの
息子娘がいたとして、で親はさ、もう八百屋さんなんか忙しいから朝から晩まで働くじゃん、商店、小さい商店だとしたら、そしたら家事手伝うじゃん、でそこに寝たきりのおばあちゃんがいたら介護もするじゃん、多分それって辛くないじゃん、生まれた時からその状況だから。え、辛いですよ。いや気づかないんだよ、これでみんなから褒められるの、きっと偉いねって、そんなちっちゃいのおばあちゃんの介護をして家の洗濯して偉いねって言われると子供って嬉しいじゃん、多分頑張っちゃうから。俺でもそういう子たちって辛くないと思うんだよね、嬉しかった、自分の生きる意味ってあるんだって、どっちかというとそう思っちゃうから。だからお笑いやった若手の頃とか普通に面白話としてこういうの喋ってたのよ。だけどなんかそんな感じになるの。いや、そうですよね。で受けないし、あれなんで受けないんだろう。だから俺は普通なんつうの、本当におしっこ漏らしちゃったみたいな、はい、話、お前バカだなっていう感じで言ってほしいのに、みんななんか大丈夫かとか言ってくる、あれおかしいな、なんかみんな俺が思ってるリアクションと違うなと思って、受けないからやめようと思ってやめたの。あ、そこでもうまだ気づかない、まだ気づいてないんで、なんか受けないんだ、これあんま面白くないんだと思ってた。35とか40ぐらいになって、はい、あ、なるほど、受けないじゃなくて俺がなんかちょっとかわいそうじゃないけど不幸って思わ出てたってことかみたいな。え、その年まで気づかなかったんですか。うん、だからずっと普通だからさ、そうなのよ、うん、全然気づかなかったね。じゃあ別に心の支えとか別にそういうのもなんか必要なかったって感じなんですか。うーん、そういうものもあったんですか。まあ、やっぱお笑いと音楽だったんだろうね。まあ、やっぱダウンタウン世代だからさ、まあ、ダウンタウンさんのまあごっつえ感じと、まあ音楽ロックンロール聴いてたからね、それ、まあ、心の支えだったのかな。うん、どうなんだろうな。今振り返ると当時のやっぱ生活とかご家庭のご状況ってどういうふうに思われますか。よく悪い道に走らなかったなって思う、うん、俺みたいな人が100人いたら多分95人は悪の方に行くと思うんだよ。もうどうでもいいって思う。だからお笑いってさ、みんな優しいじゃん、もうマジでとにかく笑うから、なんとかこう悪事に手を染め切らずにここまで来れたけど、あれでもし東京18で出てきて悪いやつと一緒につるんでたら、まあ絶対良くない道行ってたろうなって思うから、ヤングケアラーの子たちはやっぱなかなかいい大学目指したいっていう希望もおられていくじゃん、うん、厚生労働省によると、うん、あの子どもたちの 4% から 6% の子が大人に代わって家族の世話をしているっていうような、うん、まあ、調査も出てるんですけども、うん、まあ、最近では介護とかその育児のサービスとかが自治体などからこう支援を受けられることもあると思うんですけども、うん、まあ、ただあの家族の問題を知られたくないっていうこととかから周りに相談できないっていう子どもたちもたくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、どうすれば相談できるようになると思いますか。そうね、やっぱそれはでもお笑いの力大きいと思うけどね、やっぱいじめられてたっていう話もやっぱ芸人が喋ると面白いじゃん、ちゃんと。だけどいじめられてる人たちはちゃんと心にこう優しく刺さるじゃん。でこう真面目に話しちゃうとやっぱさ堅苦しいし悲しい話だけど、いや本人が目に入るお笑い番組だったり、まあ、YouTube だったり漫画でもいいんだけど、そういう時にあーって自覚するようにうちら大人がこうばらまき続けるしかないかね。なんか友達にこうしてもらえたら嬉しかったって思うこととかあります？多分俺すごい人に壁作ってると思うのよ、はい、昔から、はい、だからそういうのを踏み越えて得意んち行こうよみたいになって、うん、いや俺はもういややだやだってずっと言ってたんだけど、うん、いいじゃん行こうよって言って、なんかダメなんじゃないのとか、良くないんじゃないって言ってくれる人がいたら、あ、そうなのかなって思ったかもね、うん、なんかちょっと正義のヒーロー気取りな人がいてくれたら嬉しい人もいるだろうね。あ、実際お家に来ることはあって、何度かはあったね。でもお母様のこととかその部屋については触れずに、あ、そうね、みんなやっぱ気まずい、なんとなく分かってたんですかね。
あの家庭の人に首突っ込むじゃないって多分言われてたのかもね、いや首突っ込まれなかったら助けられないだろうね、難しいよね。でもね、突っ込んだら突っ込んだら ね、わーわーなると思うけど、8人に怒られたとしても2人の子供の未来が救えるんだったらそれでもいいのかなって思うけどね。ヤングケアラーの子だと、まあ、部活や進学とかを諦めている方とか、それであの悔しい人っていうのはなんかどうやって心の整理をつけていけばいいと思いますか。あ、俺がもし家族のためにとかこういう母親がいるからと思って多分北海道でも就職してたと思うよ。だけど俺はどうも家族なんかどうでもいいから自分の夢を追いかけたい、この家族と離れたいと思ってきて、まあ今ここにいるけど、だから本当に夢があったり叶えたいことがあるんだって俺は家族を捨ててもいいと思うけどね。大体の親って多分本当は思ってるね、親孝行にする時間があるならあんたのために使いなと思ってるから、だからまあ堅苦しい親とか家族家庭があるんだって俺は捨てていいかなって思うけどね、で甘えんの下手なのよ多分。俺も甘えんの下手でやっといてとかあんまできないのよ、全部自分でやりたいでやっちゃうって勝手にパンクすんのよ、奥さんとかにも。なんで別にやれって言えればやれるのになんで言わないのみたいな。でそれがヤングケアラーっていうのを言われた後だったから、あ、ヤングケアラーの人って多分助けてとか甘えるの苦手なんだろうなって。今思うと結構壮絶な少年時代があったから芸人になったし芸人を続けられたし、こう普通とは違う切り口で笑い取れたりしてるからもうヤングケアラー様々だと思うのよ今の俺はね。でもまあ実際問題あの時誰かが手伝ってくれたり俺の話聞いてくれたりしたら、違っただろうねとは思う。だから芸人にはなってなかったかもしれないけどね。でも喋った記憶がないもんね、あんまり。家事も大変だったからね。あれがもし妹がもうちょっと俺と1個違い2個違いとかだったら一緒にやれたから多分楽だったけど、まあ、ほぼ子守に近かったから助けてくれたら、最初家庭地張っていいとか言ってるけど家に帰ってあったかいご飯とかやっぱ経験したことほぼないから、だから嬉しかったんだろうね、あったかい味噌汁とご飯と魚とか家にあったらなんて楽なんだろうっていうのと、美味しいとか思ったりはしたろうね。最後にお伺いしたいんですけども、今ヤングケアラーとして、気づいてない子もいるかもしれないし苦しんでる方もいると思うんですけど、当事者の方にぜひメッセージをお願いします。もう苦しんでる人はもうすぐ声上げた方がいいでしょうね。今 SNS あるし、周りにいろんな大人もいるし学校の先生も、苦しいって言える人は普通に苦しいって言えばいいし助けてくれる人もいっぱいいると思うけど、苦しくない自分は普通だって思いながら日々削られていってる子たちはには言葉は多分刺さらないから、そうなのかもなって思ってる小学生中学生がもしいたら土足でもその子の心に入っていった方がいいと思う。なんか後にあの時俺助けれたかもなって思うのって結構辛いじゃん。あの時俺ならっていう思いをするぐらいだったら、その子ともし今後絶好になったとしてもずっと踏み込んでその子が大丈夫か大丈夫じゃないかを確認してあげた方がいいかなって思うかね。本当その通りですよね。今ぜひ悩んでる方も学校の先生とか相談乗ってもらえますし、周囲の方もですね、こういう友達がいてってことを相談することもできるので、ぜひ声を上げるということを、ね、していただければと思います。本日本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。そんなお話しにくい点も、ね、なかなか全然ないですよ俺には全然ないです。そこが問題ないんだ本日は本当にありがとうございました。徳井健太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ごきげんよう。ごきげんよう。
この番組は皆様のサポートによって支えられています。交通費、ファクトチェック、リサーチなどにお金がかかっています。スーパーサンクスやマンスリーサポートでご支援をお願いします。企業の SDGs、 自治体の取り組みなどの PR 案件をお待ちしております。詳細は概要欄まで。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、ごきげんよう。